こんにちは、シエルです。今日は海外ドラマのイベント、カイドラカフェにやってきました。海外ドラマ好きの皆さんと一緒に海外ドラマを楽しむイベントです。今日上映されるのはイギリスのドラマだそうで、これが、ね、かなり話題のドラマのようなので、すごい楽しみです。それでは行ってきます。スタヤで1本無料で借りれるチケットが入っていました。はい、ただこちらおそらく高田の馬場店限定ということで、みんなでワーワー言うと思います。こんにちは、シエルです。今日はですね、カイドラカフェという海外ドラマのイベントに行ってきました。こちらは海外ドラマ好きの皆さんが集まって、まあ、一緒にね、海外ドラマを見て楽しもうという、そんなイベントなんですけど、今回シーズン10ということで第10回目だったんですけれども、まあ、私ね、1回目のシーズン1から参加させてもらっていて、で、ね、トークショーをさせてもらったり、あとね、マジックもさせてもらったことがあったり、ゲスト出演もね、したことがあったりするんですけれども、今回のシーズン10はイギリスドラマ特集ということで、英国スキャンダルというイギリスドラマの上映会がありました。でね、こちらをね、みんなでね、まあ、飲み物を飲みながらね、スナック食べながら、まあ、見てきたわけなんですけれども、ヒュー・グラント主演ということで、かなり話題のイギリスドラマなんですけれども、まあみんなで見るには結構過激なシーンもあったりなかったり、かなりスケール感のあるドラマでした。このドラマね、全3話ということで、長めの映画みたいな感じだね。実在した事件を BBC がドラマ化ということで、でこれはね、 AXM のミステリーチャンネルで、まあ、放送するそうで、4月20日からね、まあ、全3話だからね、まあ、海外ドラマ長くて見れないなっていう方には、ね、見やすい長さかもしれません。清水さんが言ってました。2019年、今年は海外ドラマバブルだと。そしてネット配信の時代なので、もうネット配信業界、ネット配信の会社同士の戦いがすごいと。で、今だったら Netflix、あと Hulu、あとは Amazon プライム、このあたりを私見てるんですけども、まあ、そこにね、Apple とかディズニーとかでどんどん入ってくるそうです。ここからね、どんどんだからドラマも増えていくだろうということなんですけれども、とにかくね、オリジナルコンテンツでどこまで勝負できるか。だから今だったらね、もう映画監督、映画スターも参入してきてるし、巨額の制作費もかけてるしっていう感じなのでね、まあどん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 クオリティの高いドラマ、そして面白いドラマが増えていくのかななんて思います。で、今回ねシークレットゲストで、王様のブランチなどでも活躍している渡辺沙織さんという女優さんも登場しました。結構ね、世界旅してたりして、英語も話せるから海外スターにインタビューなどもしているそうです。で、そんな渡辺沙織さんが見ていたドラマが、なんかシリコンバレーと、あとハウスオブカード、これが気に入っているそうです。ただまだね、海外ドラマ初心者らしくて、でそこで清水さんがおすすめしていたのが、まあ、王道言われるとね、結構怒られるんだけれども、ブレイキングバッド、これがおすすめだという話をしていました。まあね、カイドラカフェに来てる皆さん結構マニアも多いので、そこで王道言うんかいってなると思うんですけれども、まあでもみんなブレイキングバッドには多分ね、文句はないと思います。これは絶対見るべき、うん、最高のドラマです。あとスピンオフのベターコールソウルも面白いっていう話をしてたので、まあそうね、うん、ブレイキングバッドとベターコールソウルは、まあ両方見るのいいと思いましたね、私も。で、今回ね、噂でイギリスドラマの専門家が来るよっていうことを聞いてたんですけども、そのゲストが河合良平さん。私ね、河合良平さんめちゃくちゃ大好きで、もともと海外ドラマの雑誌があったんですけど、海外ドラマ TV ガイドだったから名前、なくなっちゃった雑誌なんですけど、そこでイギリスドラマのコラムを書いていた方で、それでね、私すごい好きになったんですよね。まあ、イギリスドラマの面白さも伝わってくるし、そのイギリスっていう国の面白さも伝わってくるし、もう河合さんの私生活もね、なんかすごい面白かったりして、
すごい好きで、海外スターとかの通訳とか、まあ、翻訳とかもやってる方で、あの東京でねたまに英語のセミナーとかもやってて、でそれで私あの会いたくてね、あのセミナーに参加したりもしたことがあって、でまあそれでねイギリス事情のねトークショーとかを、ね、聞くことができたんですけども、私びっくりしたのが、まあ、イギリスのロンドンってあのお家がね、あの物件が古ければ古いほど価値が上がって高いんですって。東京だったら逆じゃない？東京だったら新築の方がさ家賃高くなったりするけど、多分歴史的な建物っていう部分でなんかね世界大戦のね銃弾の跡とかがある物件とかがめちゃくちゃ高いらしいんですよ。あの物件高すぎてロンドンに住むのめちゃくちゃ難しいんですって。だからなんか実家から出れない若者が多くて、それがね社会問題になってるそうです。うん、まあ、東京もね家賃高いとかねいろいろ言われてるけど、多分それ以上にきっと相当ね高いんだろうななんて、そんな話聞いてて思いました。イギリスドラマとアメリカドラマの違いって何ですかねみたいな話をした時に、河合さんがおっしゃってたのが、アメリカドラマは結構ノリとかそういうので作られてて、視聴者がすごい楽しめるとか入り込みやすい作りになってるよねみたいな、だけどイギリスのドラマはどっちかっていうと制作人たちがこう見せたいものとか作りたいものを制作人側視点で作るみたいな、制作者の思いをとりあえず詰め込んで作るみたいな、だからなんかカメラワークとかもちょっとこう遠くからのなんか写しで少しこう見えにくかったりとか、あとなんかイギリスってあんまりお天気がいい日が少ないって私聞いたことがあるので、結構どんよりしてるイメージがあって、で結構なんか画面も暗いよねみたいな、ちょっと見にくいよねみたいな話もしてたんですけど、でもやっぱそういうなんか独特の雰囲気の、まあ、ドラマって多いななんて思ったりもしたので、うん、そこら辺がやっぱりこうイギリスならではの世界観っていうのもねあるんじゃないかななんて、まあ、そんなお話をしていました。河合さんの本をね持ってるんですけどね、まあ英語の勉強で買ってるんですけど、これ見てください、なんでやねんを英語で言いますか、もうこのタイトルすごくないですか、めっちゃ気になるでしょ。で河合さんの関西出身だからやっぱそういうのもすごい面白いんですよ。トークショーもめちゃくちゃ面白くて、まあ、なんでやねんはなんとかウェイって言うんですけども、なんでやねん英語で言えない人はぜひこれチェックしてほしいんですけども、すごい面白いんですよね。これとかチャーシバキに行こかとかねを英語でなんて言うかっていう感じなんですけど、そもそもなんか関西弁自体が私の中で、まあ、東京人からするとどういう意味かわからないものって結構あるんだなと思って、これねちょっと関西弁の方読みよう。ええの？ええよ？ええやろ？ええやん？ええな？ええで？とかは、まあそれを、まあ、英語だとなんかNo thank you とかそういう英語だとこうみたいなのが書いてあって、標準語よりもこの関西弁で聞くとすごい分かりやすいというか、その例えがすごい面白くて、もうこれめちゃくちゃおすすめ。なんでやねんは英語で言いますか、まあ、それぐらいさすごい私河合さんのファンで、だから今回いやカイドラカフェのスタッフさん最高と思ったんですよ。まあ、そんな、まあ、河合さんと実は清水編集長がつながって、でそのつながったきっかけっていうのがイギリスドラマのモース刑事が面白いっていうのを清水さんがなんか記事に書いて、それを河合さんが見て、そこでなんか意気投合して、でまあ仲良くなって、まあ、今回共演が実現したという話をしてたんですけども、なんかねそのモース刑事っていうのがね、なんか本当はドラマってさカメラ目線にしちゃいけないっていうか、カメラを気にしちゃいけないのな、結構カメラをチラチラ見ちゃったりとかしててすごいひどいらしいんですよ。でもなんかね本音をねすごいバンバン言ってるからめちゃくちゃ面白いって言ってて、やっぱそういうのを聞くとすごいあ見たくなるななんて思うんですけども、海外ドラマ好きとかさ、なんか業界の人もすごい好きなドラマとか作品でつながっていくのってすごい面白いなって思いました。うん、実はカイドラカフェが今回1年ぶりだったそうなんですよ。池部愛さんが次回皆さんにお会いできるのは来月か来年かいつになるか分かりませんけどみたいな感じで締めてたのがめちゃくちゃ面白かったんですけども、海外ドラマのファンの集いってすごい少ないんですよ。なのでね、海外ドラマ好きの皆さん、あのカイドラカフェのツイッターとかあるので、そこにね、カイドラカフェ開催してくれっていうのをね、伝えてるとね、あのまた開催する日程が近くなるかもしれないのでね、こういったイベントが増えていけばいいななんて思いました。帰りにあの河合さんとかともお話をすることができて、でそこでね、実は私あの去年
ちょっとね、海外ドラマから少し離れていたというか、海外ドラマ見てたんですけど、ちょっと仕事から離れていたんですよ。で、まあそんな話をしてて、ちょっと今年からはね、またいろいろ海外ドラマもいっぱい見たいし、いろいろやっていきたいななんて話をしてて、で、まあ河合さんに、どれぐらいの頻度で最近見てるんですかみたいな。いや、私ちょっと今少なくて、1日2話ぐらいですねって言ったら、うわ、2話も見てんのって言われて、私は1日海外ドラマ10話見てた人ですから、年間3000話を目標として見ていた人だったので、やっぱそれに比べるとめちゃくちゃ今ね、ちょっと見る頻度が少ないんですけど、でもやっぱり海外ドラマ好きなので、生活の中にはね、海外ドラマっていうものはあるのでね、これからもね、たくさん海外ドラマ見つつ、いろいろ情報もね、発信していきたいなと思っています。こちらのチャンネルでも海外ドラマの、いろんな情報、イベントレポートしていきたいなと思うので、海外ドラマ好きの皆さんはチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そしてね、またね、海ドラカフェの開催を楽しみに待っていたいと思います。